ひなたです。はい、キラです。今回は何するの何するのどうぞ今回はじゃん、サンリオキャラクターズのウェハースを開けていきます。しかも第6弾やばくない？そんなに続いてたんだよねしかも今回はキャラメルクリーム味のウェハースです。最高発売日は4月8日サンリオキャラクターズのウェハース第6弾が登場。いちご新聞のデザインを使用したカードは全種両面メタリックプラカードの豪華仕様、また豪華プロ箱推しのスペシャルカードもラインナップ。この子かわいい。ひなたちゃんのかわいい発言出ました。この子かわいいって言ってます。私はやっぱ変わらずも、せーの、シナモンかな。キャラクター対象の追加投票ができるっていうことで、お店も投票ができるようになってたんですけど、もちろん投票したのはポムポムですね。はい、ダメですね。シナモンじゃないって。もう見間違いかもしれへんけど、ポムポムが一番人気だったと思う、今のところ。多分見間違いそれではレッツゴー。せーの、オープン。はい、正面から見てる。かわいい。めっちゃかわいいんやけど。じゃ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 ん。表紙はこの2種類。多分さ、これ前回トップ5になった人たちじゃない？違うかな、まあ、シナモンが真ん中にいるってことはそういうことだよねこっちもかわいくない？ね、かわいい。かわいいね。スペシャルカードはシナモン、ポムポムプリン、クロミ、ポチャッコ、ハローキティのこの5人です。はい、20個並べました。1個目焼きましょう。せーの、ほい。せーの、ほい。あれ、おえあ、ちょー、違いました。あ、おー、なんかさ、全部さ、スペシャルカードに見えるはい、私、みっちゃんの推し、ポムポム。2番のポムポムプリンですね。なんだこの可愛いやつは。プリンです。後ろになんか書いてあります。なんかアイドルみたいね。読みますね。ゴールデンレトリバーの男の子、のんびり屋で好きなお言葉はお出かけ、嫌いな言葉はお留守番。2023年のサンリオキャラクター大賞では第2位になりました。お留守番させないよ毎日あの持ち歩きます。それは大変だよ腕が私は5番のキティちゃんが出ました。ハローキティ、かわいい。ピンクで統一されてて、うん、めっちゃかわいい。あれ、今のひなたちゃんじゃない？ピアノを弾くのが大好きで、夢はピアニストか詩人になること。双子の妹ミミィとは大の仲良し。2023年のサンリオキャラクター大賞では第5位になりました。わー、てかキティちゃんってピアノ好きなの？うちと一緒2個目。何が出ますかね。せーの、はい。お、マルモフビオリ、かわいいなぁ。水族館で働くお姉さんの家に住むインドア派の白クマの男の女の子かと思ったの私だもんみたいな2023年のサンリオキャラクター大賞では第22位になりました。マイスイートピアノが出ました。はい、またまたピンク系が出ました。野原でお花を摘んだりおしゃべりしたりすることが大好きな羊の女の子。羊？2023年のサンリオキャラクター大賞では第18位になりました。最初マイメロちゃんのさ、親戚かなと思ったんだけど違うんですね。羊なんよね。マイスイートピアノだそうです。せーの、11番のコギミュン、かわいいね。アイドルみたいな。コギムーナ、かっこ小麦のせいの女の子。ん、小麦のせい、小麦のせいの、この子小麦だったんすか。ちょっとしたことで散ってしまう、とても儚い性格。2023年のサンリオキャラクター大賞では第11位。コギミュン、10番のバッドバツ丸が出ました。
男の子かな、悪役スターのブロマイドを集めているひねくれ者に見えるけど本当はいいやつ、2023年のサンリオキャラクター大賞では第10位になりました。せーの、ほっ、きたー、ナンバーワン、シナモロールかわいい、マジで白い子犬の男の子、尻尾がまるでシナモンロールのようにくるくる巻いているのでシナモンという名前をつけてもらう。2023年のサンリオキャラクター大賞では第1位、今年の1位を取ってほしいですね。ないプリンじゃなくて、私の中でも一番かもよ、かも21番のガオパワルなんか珍しい子。パワルはオムライス島に住むとってもパワフルな恐竜です。え、恐竜怪獣やん。好きな食べ物はオムライス、うん、夢は鳥になること。2023年のサンリオキャラクター大賞では第24位になりました。で、オムライスが好きだそうで、うん、私も好きだよ。シナモン、ポムちゃん、いきますよ、せーの、はい、きた、え、きた、来てました。30番のハローキティ、裏めっちゃ可愛いよ、ほら、ドア可愛い、え、めっちゃ可愛い、全然キラキラさとふわふわさが違う、お姫様、ね、プリンセス、出ましたよ、え、可愛い、やった、え、でも私シナモンが良かったな。かぶっちゃいました。はい、2度目のキティちゃんです。3度目の正直、キティちゃん来ました。はい、せーの、はい、12番ケロケロケロッピです。あら、2人ですね、あ、人形かな、人形ぬぐるみ。カエル泳ぎは苦手でクロールが得意、え、カエルなのに歌が上手なカエルの男の子。2023年のサンリオキャラクター大賞では第12位、ポチャッコが出ました。え、なんかミントみたい、色が可愛い、うん、寄り道お散歩が大好きな犬の男の子、うん、ふわふわタウンの端でうぐいす横丁生まれ2023年のサンリオキャラクター大賞では第4位、ふわふわタウンの端でうぐいす横丁、せーの、ハンギョドン、寂しがり屋のロマンチスト、いつもヒーローになり下がっているけどなぜかうまくいかない。2023年のサンリオキャラクター大賞では第7位、まあラッキーセブンですね。かわいい、ハンギョドンといえばひまちゃんが出ますね。確かに、ひまちゃん、あとソアラも好きだね、タコ、タコ、うん、私は13番のグレタワが出ました。マジひなたちゃんみたい、私見てみて、グデグデやる気のない卵、グデグデやる気のない卵、あなたの食べようとしているその卵もグデグデしているかも。2023年のサンリオキャラクター大賞では第13位になりました。惜しい、めっちゃ好きこの顔が。え、もうひなたちゃんよ、地平しそう、マジで可愛い、よかった、せーの、マロンクリームです。名前初めて知った。フランスのパリの郊外で生まれたウサギの女の子、お菓子作りや手芸が得意でとってもおしゃれそう。2023年のサンリオキャラクター大賞が第26位、リトルツインスターズが出ました。立派に輝く星になるために遠い星の国からやってきた双子の兄弟星、うん、お姉さんはなら弟はキキ。2023年のサンリオキャラクター大賞では第8位になりました。キラキラ、私キラキラ。6番マイメロディー、やっと出た、なんか主人公っていうのね。お母さんと一緒にクッキーを焼くのが好き、好きな食べ物はアーモンドパウンドケーキ。2023年のサンリオキャラクター大賞では第6位、最近 TikTok でマイメロちゃんのお母さんの名言みたいなのがめっちゃ出てきて
男にひどいこと言われたらぶっていいのよみたいな、そんなのあってもろって思って、ほんまに、はい、本当です、調べたら出てきます、あのマイメロのお母さん名言、マンのクロミちゃんが出ました、やっと出てくれました、ベスト3、黒いズキンとピンクのドクロがチャームポイント、あ、本当、最近は恋愛小説にハマっている、意外、2023年のサンリオキャラクター大賞では第3位になりました、まあ地雷よね、地雷系女子、意外、恋愛小説クロミちゃん見ると渡辺さん思い出しますね大好きだったもんね、うん、せーの、あ、はい、あ、はーいさあ、何が出るかな、せーの、あ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 、29番のチョコが出ました、レアやレアスペシャルカード、かわいい、かわいい、かわいい、緑、うん、みたいな、ヒント緑みたいな、かわいい、王子様みたいな、確かに男の子か、うん、25番の花丸お化け出ました、私ね、この子好き、普通に、うん、かわいい、今日も頑張ったあなたに花丸をくれる不思議なお化け、めっちゃいいよ、なんか心癒されるかも2023年のネクストかわいいプロジェクトでは第1位になりました、ネクストかわいいプロジェクトで何、調べようかスペシャルカードゲットだぜ、ゲットだぜいろんなキャラクターが出てきて、うん、推しが変わりそうです、誰にクルタマが変わって何とも言えない表情が好き、好き、タキシードサムからグデタマになりそう、え、じゃあタキシード出てない、出てない、出てない、タキシード、あれマジか、まあどっちにもいい良さがあるので、うん、どっちも押せます、うん、私はやっぱりシナモンが出たけどスペシャルが出なかったから、ちょっとテンションは普通キティがね出たからね、2人ともレア出たし良かったね、サンリオが好きな子はぜひやってみてね、やってみてね、バイバーイ、バイバーイ。